隠蔽の事実がそのあれば、そのあるかないかについては、その事件捜査の中で解明すべきものだと私は認識しておりますので。本当に言語道断ですよ。県警のトップのワン、ツー、スリーと言っても過言はないぐらいの立場の方々ですよ。その方々がね、情報漏洩、隠蔽、云々の流れの中でこのように報道されるということがですね。今、鹿児島県警の野川本部長、疑惑の解明が県議会で行われている。警察の信用がグラグラ。東京の警察では、もっと、もっとひどい犯罪が、見逃された。しかも、警察庁長官だ。現在の警察庁長官の、露木という男も、疑いの目で、見られる男なんだ。安倍晋三、売国自民党だ。どうしようもない、腐敗の政治。日本にとって、大事なものを壊した男、最低の男、と言ったらよい。晋三の、まぶと、もの、山口隆之、この男がどうしようもない、スケベの、強姦魔。最高裁でも、山口の強姦は、有名だ。晋三のまぶともの、強姦魔。その、山口隆之の、逮捕を勝手に、取り下げたのは、刑事部長だった、中村至。中村至は、その後、出世して、警察庁長官になった。安倍晋三の、計らいだ。強姦見逃しの、ご褒美だ。中村、至る、やばく、なって、きたな。中村、至る、逃げろ。逃げろ。